はい、こんにちは、総合監督と申します。 J リーグクラブチャンピオンシップ J クラ実況プレイ始めていきたいと思います。はい、久しぶりとなりました。まあ、結構ね、バモも結構集まってきたので、今日はね、このステップアップガチャ引いていきたいと思います。はい、ステップアップガチャですね、500万人突破記念、まあ、本当は下のね、このデラックス11連ガチャ行きたいんですけれどもね、これ優勝ですね優勝のバモじゃないといけないみたいでね、しっかり考えられてますね。グレード85以上選手確定、選手が1枚確定ということで、本当はこれ引きたいんですけれどもね、とてもじゃないけれどもね、優勝ということはね、必ず課金しなきゃいけないですから、無理ですねこれね。なのでまあこっちでね、我慢しましょう。で、まあ、1回目からね、結構ね、まあ、少ない場をね、引けて、5回目までまあ行くと、6連ガチャで、グレード80以上の確率が 30% ということで、この 30% 引いてやろうと思います。はい、ということで、それでは行きましょう。まずは1回目、場も50で引いていきたいと思います。さあ、まあ、まずはここからね、はい。まあ、ただちょっと微妙ですね、やはり3連なので、回ってるの黄色しかないということで、まあ、ただの、おー、キラ取りましたね、とりあえず。お、結構いい演出出てるんじゃないですか、これ。88、はい、イ・ヨンジェ。はい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 、もうチームわかんないですよ、これ。J3 かな、今の。J2 か、まあまあ J1 ではないですね。はい、またグレード88、上田ですね。はい、上田って言って、また上田選手ですね。はい、上田綾瀬選手です。はい。ただ、どうだろうな。まあこれあれですね、12月の月間 MVP&POTM のね、2020バージョンです。まあ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 、当たりかどうか分かりませんがね、まあ1回目にしては良かったんじゃないかなというふうに思います。さあ、それでは2回目いきましょう。ステップアップガチャの2回目、これは 今度はね、バモ100個でいきますね。さあ行きましょう。もうこうキラキラいきたいですね。まあ、6連までいくから1回ぐらいいけそうですけどね。はい、では行きましょう。石田選手から始まり、小島選手、まあ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 、おまたキラ当たりましたね、これ。はい、71、そして75で、ここで微妙ですね。はい、残念。次行きましょう。3回目、次は7連ガチャです。バンも150個消費でいきます。さあ、ここらでマジでちょっと引いときたいところやけれども、ダメだなこれ。まあ普通のボール引きましたね。さあ行きましょう。山口選手、みんな誰これわかんない J リーグの知識は本当にやばいですね。ただね、毎週 J リーグ自体はね、確認してるんでね、ちょっとずつはね、やっぱりね、知識はついてきてますよ。あー、ダメだね、全然これ。はい。一味選手か。はい。一味和成選手ですね。これは横浜 FC ですけれども、どうだろう。横浜 FC って今、勝ち点0なんですよね。勝ち点0なんですよね。なんで結構 J2 になんか落ちそうな感じがね、プンプンしますけれども。さあ、行きましょう。次、4回目、5連ガチャ。はい、次は、まだやれる。さあ、4回目の5連ガチャ。バンも100でいきたいと思います。それでは行きましょうか。そろそろでもね、当たり選手引きたいところですね。まあ、ただですね、まあ、それ以上にですね、一応ね、マリノスの選手も欲しいんですよね。マリノスのチーム使ってるくせにね、マリノスの選手が一人もいないというのはなんか微妙ですよね、かなりね。はい、ということで、行きましょう。まあ、ただ今のね、演出的にはあんまり熱くはないのかなという感じですね。64、そして、73、また横浜 FC やな。FC 率が高いような気がする。はい、ということで最後は茂木選手ですね。いやー、結局最後まで行きました。はい、5回目、行きたいと思います。6連ガチャ、場も125で行きたいと思います。これはね、グレード80以上が確率 30% で、ね、引けるということで、まあ、このね、30% マジで引き当てちゃいましょう。さあ行きます。ここまで結構不遇の時を過ごしてますからね。さあ行きます。85以上来ない全然来ない。はい、全然ダメな感じでしたね。なんかちょっと最初見た感じで熱いのかなと思ったんですけれどもね、そんなに熱くなかった。79、お、ここで80を超えた。85超えたぞ、超えた。89、クリスティアーノ、はい、柏レイソルクリスティアーノ。グレード89かー、グレード89ってちょっとレギュラー認めるには至らないかなといった感じですね。いや、もう残念。はい、ということでね、まあ、とりあえずガチャは終えましたが、ガチャ券がね、いくつかあります。はい、今はしません。はい、ガチャ券ありますので引いていきたいと思います。まあ、この1ヶ月でね、貯めたガチャ券です。はい、こんな感じですね。ということで、とりあえずね、一括で受け取って、軽くしてから低い、グレードのボールから、ボールじゃないですね、まあ、低いグレードの、ガチャ券ができたいと思います。55からいきます。さあ、まあ、55なんでね、さすがにね、ここから当たりを引くことはあまりないだろうということで、はい、石毛選手ですね。次、
55、はい、ありました。まあ、もうここはマジでちょっとね、あんまり熱くない。あ、赤引けましたね。赤ということはグレード80か。出口洋介選手、え、今こんな髪型なの。まあ、ちょっと嬉しいですね、知ってる選手来たらね。うん、次、グレード55、こっち行きましょう。さあ、まあ、ただ80以上あるからな、結構楽しみやね、最後の方ね。グレード59、山口和樹選手ですね。はい、次、いよいよ55、あ、もう1個ありましたね。これ最後の55です。85以上とか持ってるやん。何で手に入れたんや、一体。OK。57、島津選手です。さあ、ではちょっとグレード上がって70以上いきましょう。グレード70以上ガチャ券、まずはこれからいきます。さあ、まあいい加減ね、ちょっと、ああ、また赤か。赤ということはグレード80とかそうなのか。はい、80ですね。中村選手ですね。はい、まあ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 、まだねチャンスはありますから、全然ね。グレード70以上になったら急になんか引けそうな気がしてきたわ。よし、ああ、しかし赤しか回ってないというね。うわ、くっそ、全然ダメじゃないか。はい、74、薄井選手かな、これ。違うのは白井選手ですね。はい、そもそもこれどこか分かんないわ。チームが分かんない。あ、ファジアの岡山なのね。なんかもう全然馴染みのないエンブレムなんでね、分かんないですね。では次、お気に入りクラブのグレード70以上のガチ券いきたいと思います。できたら、こっからね、マジでちょっと、マリノス選手なんで、結構いいやつ欲しいんですけれどもね。いや、ダメか。あー、また赤ボールですね。赤ボール。グレード80、エジガルジュニオ。エジガルジュニオは確か移籍したんじゃなかったかな。まあ、よしとしましょう。さあ、ということで75以上いきます。さあ、この辺になってくるとね、さすがに強い選手が当たり出すだろうと思ってるんだけれども、なかなか。さあ、赤玉です。さあ、79、加藤純也選手ですね。うん。OK、ここもなんか、ザスパクスですか。はいはいはい。はい、次、じゃああとはもうグレード80、80、85とね、こっちの方がなんかあのガチャ引くよりも熱いんじゃねえのかみたいな、ね、感じありますけどね。さあ行きましょう。グレード80以上、できたらあのクリスタルのボールが蹴りたいところ。クリスタル、いやー惜しい。惜しいなこれ。はい、グレード84、大月周平選手ですね。モンテディオかな今のは。さあ次行きます。さあ、いや、いい加減クリスタル行きたいよな。お願いします、来い。いやー惜しい。ああ、やつ。さあ、グレード80、これチームどこ、あれ、細川純也、水戸ホーリーホッカー、なるほどね。はいはいはい。いやー、でディフェンダーですね。次、最後です。グレード85以上ガチャ券。いや、もうここではまずは、まあもうこの球の色は確定ですね。マジでちょっと、なんだろうな、もう90以上とりあえず来てほしいよな。90以上。90以上でお願いします。よろしく、よろしく、よろしく、お願い。さあ、楽しみだ。楽しみだ。こんなにちょっとグレード85以上のガチ券が楽しみになると思ってなかった。さあ、誰が来る。88か。セルジーニョ。問答無用で外国籍選手は強い。松本山雅のセルジーニョです。グレード88。まあまあまあ、オフェンシブミッドフィルダーという感じなのかな。結局、横浜 F ・マリノスの選手の即戦力は手に入らなかったので、1人ぐらい手に入るかなと思ったんですけどもね。いや、非常に残念です。はい、ということでね。いや、まあ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 、またね、ちょっとね、この場も、しっかり貯めてね、またガチャ引いていきたいと思います。はい、また1ヶ月後ぐらいかな。まあ、できたら半月後ぐらいにはね、動画を上げたいなと思ってるんですけどもね、大体でもあんまりそこまでガッツリやってるわけじゃないんで、微妙なんですよね。はい、ということで今日はこの辺になります。最後までご視聴ありがとうございました。